本日の高山市では、昨日までの感染者総数172人のうち、約5割のです、ね、87人の方が、この5月の1か月間のうちに発症するなど、新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大をいたしました。 5月16日からまん延防止等措置区域に、重点措置区域に指定をされまして、31日まであった期限も6月20日までにまあ延長されました、これはご案内のとおりでございます。まあ、こうした中、5月29日に、日田三市一村合同緊急アピールを発しました。ご協力ありがとうございました。チーム日田とととしてて命と治療を守るため一丸となって 2週間、感染者ゼロを目指して、取り組んでいくことを改めて市民の皆様に訴えさせていただきました。まあ、しかし、この間、観光客をはじめとした人の流れが停滞をいたしまして、人との接触機会を回避することなどによりまして、経済回復への足踏み状態が今、続いている状況でございます。まあ、こうした状況を踏まえまして、このたび、市民生活の安心安全に向け、 新型コロナウイルスワクチン接種による感染防止対策、それと事業者の経営継続を支援するための対策を追加実施することといたしました。今回の補正予算の総額は6億8000万円でございます。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策などを主目的とした補正予算編成は、 昨年度からの通算で、今回がすでに8回目となっているところでございます。補正予算の基本的な考え方についてご説明を申し上げます。こちらの方のフリップをご覧ください。これ、ずっと今まで何回も説明をさせていただいておりますけれども、コロナ禍を踏まえた飛騨高山の持続可能なまちづくりにつきましては、 4月の記者会見でも説明させていただいたとおり、まあ、いわゆるウィズコロナ社会における適応戦略、それとポストコロナ社会を前提としたこの成長戦略、この展開を行うことにいたしております。今回の補正予算では、この左側のです、ね、ウィズコロナ社会における適応戦略に重点を置きまして、 A のこの感染防止としてです、ね、新型コロナウイルスワクチン接種の促進、そしてこの C の経済回復として、事業継続応援給付金支給制度の創設を行いたいということでございます。なお、適応戦略の B の生活の維持にあります 子育て世界生活支援特別給付金その他、世帯分の給付については、先ほど説明した先決補正の事業ということになりますので、お願いいたします。それでは3ページの別紙1をご覧いただきたいと思いますが、新型コロナウイルスワクチンの接種促進の関係でございます。 市では、新型コロナウイルスワクチンを接種を希望する65歳以上の高齢者の方に対しまして、7月末までの接種を確実に進めるために、接種体制の充実を図らせていただくことにしました。1点目は、個別接種の促進でございます。この個別接種の、個別接種につきましては、 医師などの1回あたりの接種費用を増額するなど、対応を充実させていただき、医療機関における通常診療時間内、および時間外や休日における接種を促進させていただくものでございます。2点目は、この集団接種の促進でございます。集団接種の促進につきましては、 集団接種会場における時間の拡大とか、接種例の増設、まあ、さらには接種費用の増額と、接種会場への移動支援の増強、あるいは対応人員の増強など、体制の強化によりまして、接種を促進しようとするものでございます。この総事業費につきましては、3億8千万円になります。なお、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる全体の事業費は、 昨年度からの繰り越しおよび5月の補正分を合わせまして、総額で8億6200万円となる見込みでございます。4ページの別紙2をご覧ください。事業継続応援給付金支給制度の新設でございます。非常事態宣言の発令や まん延防止等重点措置区域への指定に伴う、先ほど申し上げましたような人流の減少、それら大きな影響を受けているものの、県が新たに創設した一時支援金による支援が行き届かない、いわゆるその対象でない事業者に対しまして、新たにですね、高山市事業継続応援給付金、これを 市独自で創設をさせていただきまして、支給することにいたします。対象者は、令和3年5月または6月の月間売上高が、前年または前年年の同月と比較しまして、1割以上減少している事業者で、丸1丸2に該当する事業者でございます。 1>, 1点目の、その、一般消費者に対して対面販売、対面サービスを行っているという、で2つ目のところは、この,この事業者に対して、継続的に商品などを提供を行っている。まあ、例えばあの お酒をそこのところへ届けているとか、まあ、そういうのが県の方の対象になりますけれども、それ以外のです、ね、なんか物品のお取引を引んをされてみると、継続的に、そういうような方々を対象にしているということでございます。支給金額は1事業者あたり10万円で、まあ、1回限りとさせていただきたい。 手続きの関係もあろうかと思いますので、9月30日までの間に申請いただきたい、支給は申請が行われたのを受け付けて、審査結果、到達すぐに順次ですね、支給を行ってまいりたいと思います。総事業費といたしましては、3億円を組ませていただきました。 大体いいこの皆さん方に今、お配りできるなという対象の事業者、10万円かける約2950社くらいですかね、を今のところでは想定をいたしておりますけれども、現実問題、ちょっと申請が行われないと、そのぐらいの事業者になるのか、ちょっと今のところは確定はできませんけれども。 名簿上というんですかね、対象のいろんな業種をこう調べて、見てくると、あの一応2950社くらいが対象になるのではないかなというふうに今、見込んでいるところでございます。以上のような補正予算を組ませていただきたいと思っております。それを今回追加議案として 議会の方に提案をさせていただきたいというふうで今日発表をさせていただきました。またあの今私どもも2週間感染ゼロという新規感染者ゼロという動きを進めておりますけれども、も今6日間ほどですか市内は感染者ゼロが続いております。まこれをですね皆さん方のご協力によりまして。 進めててまいいりりたいという,ふうに思っております毎回、皆様方にもあのご紹介もさせていただいておりますし、お願いをいたしておりますけれども、コロナハラスメント、これは許さないということで、我々もこのコロナを、感染を防止することと、そして、 この感染拡大によって影響を受けている市内の事業者の方々をしっかりとフォローし、支援していくと、この両面で,です、ね、今後とも政策を続けてまいりたいと思っておりますので、皆様方のいろんな面でのご理解やらご支援を賜りたいと思います。